小学生でも解ける数学オリンピック、どうも河野玄斗です。今回やっていくのはこの問題。この図形において黒と白の面積の差を求めようと、この問題左上の長方形から順に 269×387 と順番に求めていってもいいんですけど、かなり大変ですよね。ということで工夫してあげましょう。まずはこの2つの列に着目してあげて丸々入れ替えてあげましょう。するとこうなる。で次に縦の列についても着目してあげて入れ替えてあげるとこうなる。するとこの4つの長方形っていうのは融合することができるので 492×563 の長方形に変身すると。もう一段階工夫してあげましょう。このように赤の線を横の長さが等しくなるように引いてあげると、この長さが263で、この長さが300になる。そして、この2つの長方形の面積っていうのが等しくなるし、この下の長方形の面積も等しくなるので、黒と白の面積の差に着目すると、この右側っていうのは無視できるわけですね。なので、あとは左側の長方形だけに着目すればいいので、答えは 300×492×292 の200で6万というふうになるわけです。以上。